青山道夫は、静岡県静岡市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。現在は横浜 DNA ベイスターズの一軍、ヘッドコーチを務める。東海大空港では1977年、夏の甲子園県予選準々決勝に進むが、衛水編工事を要する、兄弟校の東海対一校に敗れ、甲子園には出場できなかった。 異変とともに進学した東海大学では、在学中止と大学リーグで5度優勝。しかし3年時の周期リーグ以降は、白竹義久らのいた、日体大の台頭により優勝から遠ざかる。1981年の第10回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出された。リーグ戦、通算62試合出場、183打数61、安打。 打率。333、一本類打、15打点。ベストナイン2回受賞。大学の一級へに、原辰則、津松英明、市川和正、同期には、異変のほか伊藤俊文がいる。卒業後は、プリンスホテルに入社。1983年の第54回都市対抗野球大会では一番打者として、活躍した。 1983年のプロ野球ドラフト会議では3位で西武ライオンズに指名され入団。1984年はアメリカ一 A のサンノゼビーズに野球留学した。1990年開幕直前、村岡光一、河野元彦との交換トレードで駒崎光一、秋元宏作と共に横浜太陽ホエールズに移籍すると、 その年は62試合出場を果たした。1992年9月9日、読売ジャイアンツ戦で、宮本は力、大打満塁本塁打を打つ、同年が秋、現役引退。引退後は、横浜で2軍外野守備、総類コーチ、1軍外野守備、総類コーチを務めた。1990年代後半は、主に3塁、コーチーアッツボックスに入ることが多かったが、 ホームインに間に合わなさそうなタイミングでも、走者を本類に突入させて、アウトとなり、しばしば得点のチャンスを潰したことから、一部からは、壊れた、信号機と呼ばれた。2009年から、千葉ロッテマリーンズの球団部編成調査担当を、務めた。2010年からは一軍外野守備兼、総合ベンチコーチ、2011年は一、軍総合コーチ、2012年からは二軍監督を、 務め、チームを、同年のイースタンリーグ及びファーム、日本選手権優勝を果たした。2015年には、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜で NPB 選抜監督を務めた。2016年からは2軍総合圏外野守備、総類コーチとして、ベイスターズへ8年ぶりに復帰し、2017年からは、1軍総合コーチに配置転換。 2018年からは一軍ヘッドコーチ、ありがとうございます。